こんにちは。はい。阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです。はい。今日もご覧いただきありがとうございます。さあ、今日もエプロンしてます。すごい。つまり、今日もホットチャレンジ。やったね。昨日はとっても簡単にできました。今日もめっちゃ美味しかった。ありがとうございます。あれ最高。あれ鍋で今度やろうね。ああ、一人鍋。ずっとやる。一人鍋シリーズもう絶対ね。やるより。もうね、いろいろ食べるんですよ。私今ほらダイエットで。でこれね、皆さんに紹介したいねって言ってるんですけど。そうだそうだ。やりたい料理は目白押しで、なかなかそこまで回ってこないんですよ。で、いずれやります。お楽しみ。ということで今日は？今日はですね、もっと広めるも簡単な料理。私がやるぐらいですから、簡単なもの。だからこれ紹介していいのかなっていうぐらい、まあ、この間ほら厚揚げを切って焼いたっていうのを皆さん、作っていただいた方もね、いたけど、もうそれも包丁も使いたくないっていう時に、ボリュームのある前菜ね。よく我が家で登場するもの、本当私たちの大好きな油揚げがあるんですけど、 それを焼きます。焼きます。どうぞどうぞ。はい、では、はい、おとちゃんも我が家のね、はい、大定番紹介しちゃう。これ私が作るのは初めてですよね。あ、そうだね。いつも作ってもらってるんで。作ってもらうっていうことでもないんですけど、この見てください、この厚み。ちょっと待って、もうちょっと前に皆さんに。これ私のお気に入りの、お気に入りの油揚げ。厚み見てください、これすごいでしょ。これ前回さ厚揚げをやったじゃない、はいはい、あれの油揚げバージョンね。はいはい、そうですね、っていう感じで、はい、さあ、はい、じゃあ袋を開けて、はい、私が言うまでもないね、これ。でもどうやって秘密が明らかに、うん、はい、はい、フライパンを持ってきてください。はい、はい、行きました。はい、ドーンとこんな感じで、はい、もうちょっと、ごめんね。はい、ぴったりサイズ。本当。火をつけましょう。はい。油引いてないですね。そう、油揚げだから。あ、油揚げだから油。そうそう、油はいらない。もう油十分にこの子は持ってるから。持ってるから。わざわざ油はいらない。あ、いい音してきた。プチプチ。すごいポテンシャルじゃないですか。ちょっとゆっくりこんがりと、はい、その無駄な油は出したいから、うん、中弱火ぐらいかな。じりじり。はい。じりじりと、はい。はい、焦げ目がつくまで。はい。まあ、焼いたら、今これですよ、相当弱くしました、うん、これでいいですか、いいじゃないですか、はい、様子見ながらほったらかしで、じゃあちょっと寄せていただいて、もうそれ両面ね、はい、こんがり焼いたら一応できますよ、じゃあ、はい、完成ですよ。ちょっと待ってください、これだけ焼くだけですか。美味しいじゃない、焼いたら美味しい、めっちゃくちゃ好き。で、あ、いい音、うん、我が家ね、だってほらおとちゃんの前菜よく出てくる。そう、これが出てくるんですよ、うん、かぶりついてね、食べたり切ったりしてもいいんだけど、ね、はい、まあ、それにいろいろ乗っけるじゃない、うん、この間の乗っけるだけシリーズで納豆乗せたり、はいはい、メカブ乗せたり、そうですね、で今日はさ、昨日作ったさ、もとちゃんのあの大根がさ残ってますね、はい、ちょっと冷蔵庫から取ってきてもらっていいですか。はい、はい、持ってきました。そのままの形で残してある、はい、そこのさ、先っちょを大根おろしみたいにしたらどうかなと思って。ああ、せっかくですからね、やりたいですね。そのまま擦れないか、そのままするんですか。これ無理でしょ、どうやったって。ダンスしちゃいますこれね。じゃあ、それ、はい、ちょっと先一応切っていただいて、ちょっと、はい、はいはい、せっかくな、ここでいいですか。ちょっとじゃない、もっと、うん、はい、はい、たまに油揚げも見てくださいよ。はい、油揚げ、はい、これ大丈夫そうです。じゃあ、大根おろしでものっけようか。はい、この焼いてる間に大根をするという戦法ですね。すごいじゃないですか、これ。無駄なく、綺麗に。これ下にタオル敷いた方が。敷きますか？全然違います。わあ、今手をすることした。やば。意外とさ、その細いから難しいね。でも、なんだろう。握りやすいですよ。めっちゃ。グリップみたいに。だからなんだっけ、ピリピリするときに、私は大根おろしをおろすんだと思ってピリピリするとなんか。次まで考えて、そうそうそう、次の展開まで見据えてやる。そう、すごいな。すごい、奥が深いよ。深いですね、やっぱり。ただピリピリやるだけじゃない。ピリ側にもそんな奥義が隠されてるわけですね。うん、もうあの手が疲れたらもうそのまま丸ごと食べちゃうから。ああ、ガリッとね。ガリッと見ちゃない。スティック、でかいスティックですねこれ。もうちょっと頑張る。何の料理に使ったんですかって言われそうな。す
ティックですよね。生の大根も美味しいよ。いや、こんなのがさ、あのあれよ、飲み屋とか出てきて、はい、スティック大根ですとか出てる。調子がいい。はいはい。はいはい。いや、これでさ、なんかおつまみ前菜できたらいいでしょ。だから、手すらないでください。美味しそうだけど、おとちゃんの手も。怖いこと言わない。じゃあ、それ食べよう。大丈夫。意外と頑張るタイプ。そう、筋トレだと思ってやってますから。カラスも応援してる。本当だ。はいはい。わ、すごい、いった、はい、じゃあそれ一緒に入れて、ほら人参も残ってたから人参も。人参もやるんですか。うん、もみじおろし系に。そうですね、そのぐらいでいいと思います。あの、同じぐらいにするともう大根が分かんなくなる、うん、濃い色ってやっぱり目立つからね、うん、あ、そういうことか。そうそうそう、はい、今綺麗ですね。うん、綺麗綺麗。また人参はね、味噌汁、豚汁でも使いましょう。うん、紅白ですね、うん、で、どうですか、油揚げ忘れてたけど、はい、どうだろう、ちょっとこっち側に持ってきていただいて。じゃこれちょっと一旦こっち一旦置いといて、はい、油揚げきましたよ。はい、ちょっと見てみましょう。ちょっとこっち戻って、はい、見てください。はい、見てみます。おい、あ、あ、いい音。あ、どうですか、このぐらいで。ちょっと、最高。こんな音です、ほら。これこれ。じゃあ、そろそろ裏返してみます。はい。おお、おいい感じ。いい感じ、焼けてますね。パツパツ。これ横もね、焼いたんですよね。あ、はい。じゃあもう盛り付けです。完成です。はい、焼いただけっていうね。はい、すごい。これが美味しいのよ。はい、ドボンといっちゃってください。はい、すごい。どうですかこれ。これに醤油でももう最高に美味しいんだけど、うん、さっきせっかくすりおろした、ほら、あ、これですね、大根を、はい、もみじおろしを。どこにのせようかな。直接のせるのはちょっとなんか、あ、そうなの。この辺真ん中にちょこっ と, ちょっ と, ポコッと真ん中だけにこんもりと。あ、いい。人参とのなんかコントラストいいじゃないですか。さっぱりと食べられそうだね。じゃあ生姜もせっかくだから、はい、大根おろしのそばに添えてもらっていいですか。ここら辺ですか。はい、あ、いいですよ、はい、おお、おしゃれですね。はいはい、いいですね。そしてもみじおろしの上に醤油をちょろっと、ちょろっとね、ちょろっとね。この醤油ほんといい香りだよねこれ、うん、あ、いい。もう開けた瞬間にね、うん、わーっといい香りがするんですよ。もうこれちょっとね、お高めですけどね、おすすめです。はい、梶田醤油さん、はい、完成です。はい、完成しました。あ、迫力満点。うーん、はい、味見していきます。豪華。うわー、すごいですね、見た目が。これこれもう大迫力。使ってないけど、おとちゃんなんかサービスしてくれ。それでは油揚げを、油揚げです。油揚げを、ありがとうございます。どうぞ召し上がれ。これはカリカリに焼いたのがポイントでございますね。はい、そうなんです。じゃあ私、生姜をちょっと乗せて、私はこのおろしを、おろしも乗せます。切る時間も料理だね。そうです。いただきます。いただきます。甘い、めっちゃごちそうですね。大豆の甘みがもう本当にうまいです。やばいね、これもう生姜と、いやもう本当にうまいね。本当になんて言っていいのかな、もうごちそうですよ本当に。このぐらいカチカチに焼かないとね。どうしてて、中はジューシーなんですよ。大根の甘みと合うね、うん、またジューシーなところに入るから。本当にうまい。昨日のミルフィーユからのこれがおすすめってことだね。うん、あ、そうそうそう。あのふにゃふにゃしたところをするのね。というわけで、はい、今日は美味しい油揚げを焼きました。はい、私が。はい。というわけで、阿佐ヶ谷夫婦チャンネルでした。また。明日こんなことがいいのよ。そういうことね。そういうことよ、うん、毎日のことだもの。シンプルイズベスト。おー、まあ
満腹たる。満腹たる。